てめえ後悔するな。かかってきやがれ。よし、全然今来たとこですもうなんで敬語なのよ。それにしても今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらってよ変だったか。ううん、いいと思うよ。さあどこ行く。おう、まずはまた来てくださいね。はあ、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。ああそうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだしね。寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。と言うと根性がねえって思われるかもしれねえけど、正直に言って俺怖いんだよ。怖い？あー、なんかわかる気がする。私も怖いなって思う時があるよ。え、さっちゃんも？うん、将来のこととか考えるとやっぱりリスクがあるしね。だったらなんでホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。
もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番そういや、ナンパってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ、確かに。どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはナンちゃんに失礼だよ。でも、もうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。だよな。今度ナンバ改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。楽しみだぜ。もしかして私とデートするよりナンちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おどうかしたの一番？いや、ナンバと足立さんの紹介の店っていうからてっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。え、そうなんですか。すみません。うわ、やっちゃった、恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ないはずだ。
それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。聞こえてましたよお客さん、うちの品書きに不満があるようですね。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。いや、その兄さんの言う通りだ。え？うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。思ったことを正直に言ったまでよ。ほらメニューのここ見てくれ。海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょう。え、これでエビ？さすがにそれは読めてよ、私が恥ずかしいわ。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ、嬉しい。いやあ、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと、美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅ、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの3人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか。わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ、一番ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね、いかにも私の彼氏って感じで。え？彼氏？そんな急に。あれ、紗恵子さん、偶然だね、何してるんだい？何って見たらわかるでしょ、彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが？どうも紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。
あんたがサイコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？ハローワークで働いてるぜ。契約社員でな。契約社員？非正規労働者の分際でサエコさんとお付き合いなんてありえないでしょう。んなこと気にしないっての。では彼氏さんに質問しますが、もしもサエコさんが1000万の借金を負ってしまったらどうします？私ならポンと払ってあげられますが、あなたも？俺にはそんな大金とても無理だ。でしょうね。あなたにサエコさんは守れませんよ。だけど俺はサッちゃんの話を何時間だって聞くし、何時間だって一緒に悩むぜ。それが彼氏ってもんじゃねえのか。一番一緒に悩んで何の解決になるんです。二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが頑張って困難を乗り越えようって思えるの。マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさかサエコさん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか。さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる？ああ、約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる。覚悟しろよ。いつでも行けるよ。だけどこれであいつがサッちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。
悪い。自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね、一番。そうか。そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっといきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッちゃん、俺と結婚してください。男カスが一番。この先何があろうともサッちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。サッちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事に買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか親父さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。今も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒、怒発点をつくってやつだ。ああ終わったな、こりゃゲームオーバーだ。何
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。部長、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど、いや今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことださっさと見切りつけて途中で帰っただろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。え、今恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。これ先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ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 、別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は。次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番、さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。その次は、さっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ねえ、ああくそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人でおやすさんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってないか。ああこれで終わりなはずだと思う。
最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への孝行目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ。俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想尽かされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。おう、あばよ。やってやろうじゃねえか。おい、俺の番だ。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え？謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った。あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって。それに家事を手伝うだなんて、花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど結婚がおやっさんのためみたいなことを。
テンパってたとはいえ、俺はサッちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえサッちゃん。なあに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？でもよ、なら、なんで？いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろ。じゃあね。よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。ああ、春日君。おはようございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと今いいかな？え、ああ、前にやった倉庫の整理とかすか？任せといてください。あ、いや、ちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。え、はい、わかりました。え、契約終了？いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない？なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか？あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいです。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。カズが一番、最後の一日まで全力で働かせてもらいます。いや、出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか？確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって、すごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。
わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても、俺全然働きますから。とにかくごめん、これも上の方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。で、わかりました。改めて今までお世話になりました。ありがとうね。あの、そう、ありがとうございます。すんませんでした。あの、ありがとうございます。別に元に戻るだけじゃねえか。よし、おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。え、誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件、元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、
近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だなあ。誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。でぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってー。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケーカット。カメラの前で暴力はまずかったよな春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れてものも言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか。知らねえよ、ほとんど見ねえし。マジかよ、めんどくせえな。おい見せてやれ。こんにちは皆さん、カタラチャンネルへようこそ。早速ですが今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、一年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこれや。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハローはクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。
何、こいつ殴ればいいの？そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前？俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。ていうか、ストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ、マジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。いいよ、やろう。さっさと始めようぜ、俺の番だ。来やがれ。まだやる気いないよな。受けてみな、ガッと行くぜ。ターン、ガッツレー。死ね、死ぬか。ほら、驚いた、強いなあんた。ありがとよ。そう睨むなよ、あんたに興味が湧いた。今度またやろう、こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。
今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。なんてこった。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。クソ、俺たち三人が急に職を失い銀行から見放される。気まとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。たたらひそか、こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれたタレコミだったのかもしれねえ。タレコんだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかいタレコミが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージ送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は花から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバ、俺のせいだ。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとはうすうす思ってたけどよ。
なんで一番のせいになるんだよ、このバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境、これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時、大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番、お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん。すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。親さんの意志を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。ちょっと、あんたが春日さんか。浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああよかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いやそれが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は？実はよ、俺がここクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え？頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。うわ、そんなバカな話あるかよ。変な期待持たせやがって。人を追うところでもいい加減にしろよ。おい、すまねえ、本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、あ、春日さん。お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああいや、あの申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分
俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何喧嘩してたわけ？指揮者でやめてくれるかな、そういうの。すみません、もう行きますって。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。どうも、春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。これからどうすっかな。カスがいるか？アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな、今ちょっと時間あるか？悪い、水しかねえけどいいかい？そいつはごちそうだ、いただこう。で、どうしたんだい？ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか？なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。でどうだ、そういうやつに出くわしたか？最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ？最近な、
清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会が、星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり高部も服役中。トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく堅気になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか。うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ。俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよあれ。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発か。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果か
またこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー安達さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの。こっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああそうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜナンバー足立さん。おう、何待ちだ。準備はできてるぜ。のおい、こいつら変身したよな。あ、何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああそうだった。思い出は結構だが妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。よし、ガツンと行くぜ。必殺お。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。